ピンが手前なんだな、あれね。バンカーはこすだろ。あ、俺じゃない。あ、そっか。バーディーマスター。96、手前180。ここで一応ホールインワン取ったら、ここはコーラ1年分ですもんね。1年分って何本か知ってますか？知らないです。365本です。1日1本換算なのって。バカだ、俺バカだ。落ちてバカな質問した。うわ、マジでバカなこと言った。本当に俺マジでやられた。それあー、イライラする。あ、行ってる行ってる。わあ、これもいいよ。飛べよ。ちょっと風来い。しっかり打った。あ、切れたよ。OK です。右の中。いや、今入ったかと思ったのにな。残念。あ、そんな。ラストディスったからさ。きっと。あ、ダメだ、押した。押し出した、okay、ありがとうございます。ということで、もう勝ちです。あれ、残り3ホールだもんね。残り3ホールですね、16ホールだったから。そうか、3ホールだから、ドーミーだ、ドーミー、ドーミー。なんか昨日の逆だね。そうですね。俺も最近フェードが嫌だもん。あそこカーンって嫌だもん。あそこに当たるイメージしかない。わかる。こわー。お、ウック打ったよ。ナイス、ありがとうございます。スーだーす。いやー、これじゃあクリちゃんに負けちゃうな、きっと。思ってない。思ってないぞ。まあ、全く思ってないですね。いや、プレッシャーだよ。もういいじゃないですか、負けないんだから。勝ちたいのよ。いや、勝ちたい。だってあれドロップしたら、だってこうなるじゃないですか。そうね。でも距離がないから。いや、飛ばし屋だから。間違いない。これこの辺から高速使ってるから、これ。かーそ。スピード違反じゃないですか、それ。そう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 。来た。スピード違反。スピード違反。スピード違反ってなんていうの、英語で。スピードモンスター。オーバーザトップ。オーバースピーダー。ああ、まあスピード違反っていう一つの単語はないですけど。スピードギルティ。あ、ブレイクザリミット。あ、違う。それは限界を超えるっていう。あ、そうか。オーバーザトップは。Over the speed limit って言います。Over the speed limit。 その顔。そういうふうに言わない、言えないんだもん。もう顔が和式だからさ。洋式じゃないから。あー、まずいまずい、引っ越した。あー、でかちょっと。はい、そうですね、つま先上がりは引っかかる。忘れてますね。ダメですね。あー、無理。うわー、これ負け確だよ、もう。いや、そんなことないよ。いいよ、近いよ。本当ですか。切れた。
ウィニングパットだからやってください。マックスしててね。すげえ、なんかもう しっかり打つ。おー、ナイスパーだよ。でもありがとうございます。ガッツパー、ありがとうございます。よし、ナイス、よし。さあ、ということで、今回のマッチプレーですが、決着いたしました。はい、2&1、はい、2&1 ですね、はい、2アップで、1ホール残して、はい、キューピーさん勝利。よし、よし、参りました。ありがとうございます。ね、まあですね、見立て食らったらシャレにならないんで、はい、まあまあプレッシャーありましたよ。はい、そんな中、3つ先にね、先行できたのがちょっと大きかったかなと思うんですが、はい、今日はちょっと調子悪かったですね。いや、調子悪くないんですよ、うんうん、いつも通りなんですけど、キューピーさんが良かったな。うん、僕もね、調子いいわけじゃないですよ。いや、でもね、今日は朝一、あのセカンド、うん、木の真後ろから、うん、あれを打たれた時にもう終わったなって思いましたね。あ、そう、確かにいいショットだったね。うん、まあうまく3番ホール3番かな、ショートチップに、そうだね、まああれに乗りましたね。うんうん、まあ勝つ時ってああいうもんでね、何やってうまくいくみたいなところあるんだけど、うん、一瞬盛り返されてね、はい、あっって思ったんだけど、はい、まあなんとか勝ちきれてよかったです。はいはい、また対決しましょう。はい、ぜひお願いします。はい、まあ、それよりもよかったこと組んで誰か倒しに行きましょう。はい、そうですね、はい、それも行きましょう。はい、はい、どうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。さあ、試合に負けたから気持ちよく。あー、おー、ナイスじゃん。ちょっとでも薄い。乗った？上に。ほら。あー、薄いや、俺も。あー、シムでよかった。もういいかな。うわー、スピン少ないこれ。コブラ、そう、ラッドスピード、最近ラッドスピードハマってますね。そうだね、シムのフェアウェイウッドも買ったから使ったんだけど、なんかね、やっぱヘッド軽い気するんだよね。だからパチンってこう飛んでる感じはしないんで、なんか軽いんだよな。やっぱりキビさん、重たいヘッドが好きなんですか？そうだね、短く作りたいからね。フェアウェイウッドをうまく打つコツは、ボールの手前にもう一個ボールがあると思って、そのボールを2つごと一緒にグーッと打つ感じするといいです。直接打ち込みに行くと頭叩いたりするので、ボールの後ろからこう滑らせるみたいな、一緒にグーッと押しちゃうとか、そういう意識で振ってください。アイアンも同じこと言いますよね。いや、アイアンはね、そうじゃん、そんなことしなくていい。フェアウェイは特にそういうふうに思った方がいい。打点を左に持ってった方がね、うまく打てる。うん、クラブ特性なんだよね。フェースのシャフトの延長線上からフェースが前で出っ張ってるでしょ、はい、このアイアンは後ろでしょ、はい、この分差があるわけよ。この差を通過させる意識を持ちたいから、その感覚を持てるために一個左側のボールを打つ感じ。あー、ちょっと噛んだかな。あー、ダフった、飛んでくれー。あー、飛んだ飛んだ。おお、ダフってよかったんじゃないのかもしれない。でも、もう、よしよし、ナイスバディ。
おー、ナイスナイスボディ、ありがとうございました。ありがとうございました。